海洋研究開発機構の茂木耕作です。どうぞよろしくお願いします。ちょっと今日金環認食が横浜では見れなかったんですけど、それというのもあいつのせいですね。でちょっとだいぶ鬱陶しい梅雨という季節が近づきつつあるんですけど、鬱陶しい季節は僕も嫌いなんですが、梅雨前線という構造は非常に昔から興味があって非常に好きなんですね。どれぐらい好きかというと、梅雨前線の研究がどれぐらい面白いかを暑苦しく語った一般向けの書籍を書いて来月出版されるぐらい好きなんですけども、それぐらい好きな梅雨前線についてちょっとお話ししたいと思います。で、その梅雨前線というものを対象としてですね、僕がやりたかったのはずっとやりたかったんですけど、大気海洋相互作用という研究です。でなかなかできなかったんですが、最近あるデータセットのおかげでできるようになったということで、ここで推したいデータセットはですね、一つは JCS、もう鴨張さんがご紹介されたように、ナックコモダマの大気客観解析でですね、世界最高の大気客観解析だと思いますが、もう一つ、海洋の客観解析、JCOP2 というものを今日はプッシュしたいと思います。で、JCOP2 というのも、これは JAMSTEC の宮沢さんたちが中心になって開発されている海洋の客観解析データです。で、このデータのですね、いろんな利点があると思うんですが、僕なりに、どういう研究に使っているか、で僕がどういう利点を感じているかということをご紹介したいなと思います。でまず一つ目の僕自身が感じる利点についてなんですけども、これは二つありまして、まず解像度、水平と時間という方向の解像度がありますが、水平解像度が非常に細かいということがあります。これは12分の1度で約8キロぐらいの解像度になるんですけども、これぐらい細かい水平解像度で海洋の内部まで見れる、それで、期間は2001年以降なので10年ぐらい分ぐらいですけども、それぐらいの期間については見ることができる。でもう一つは時間解像度が1日ごとにあります。でなかなか、3日平均ですとか1週間平均ですとか、1ヶ月平均ですとか海洋のデータっていうのはなかなか細かく、しかも客観解析として精度を保って見れるデータっていうのは非常に少なかったので、こういった利点をですね、両方揃えたものが出てきたっていうのが非常に僕にとっては興味を引いて、このデータに興味を引いた点です。でこれの利点っていうのは大気と照らし合わせたときに相関規模、数千キロぐらいの上乱がどんどん激しく変動しますけども、それと海のデータをそれなりにマッチアップさせて現象を見るということができそうだなと思える、それぐらいの客観解析が出てきたというふうに感じまして、 JCOP2 というものに非常に大きな魅力を感じました。で実用例なんですけども、梅雨前線の大気海洋相互作用をなんとか取り組めないか、 SST 表面だけではなくてちょっと高温放送の時にもう少し掘り下げた研究ができないかということを始めています。で、梅雨前線のどこに注目するかということなんですけども、僕は梅雨前線の北側の高気圧に注目しています。で北側の寒冷の高気圧というと、普通はオホーツク海低気圧、高気圧というのが定番ですけども、僕はこの高海高気圧、今日これ今日の研究で今日出てるやつなんですけど、もう帰ったら見えないから数日あると思います。この高海高気圧というものに注目しています。高海高気圧ってご存じない方でどれぐらいいらっしゃいますか。ほとんどの方がそうだと思うんですけど、これ僕が自分で名前つけたからぜひお伺いいただきたいんですが、これについてこの寒冷な高気圧が高海という場所になぜできるかということを海洋との相互作用で考えたいなというのが僕の考えているところです。で東シナ海の北部の高海という場所はですね、水深100メートルくらいしかない非常に浅い海なので、冬の記憶を非常に強く残しています。それが5月ぐらいなんですけども、なので非常に冷たいんですね。で、すぐ南側は黒潮なので熱帯からのココナッツの海水がやってくるわけですが、そのコントラストが非常に強くなるというのが高海高気圧ができて梅雨前線が辺に停滞するというのが5月の状況だということを、仮説として今見ているわけです。で、実際にですね、JCS の気圧の分布と、
JCOP2 からまず海水面温度を見てみますと、黄海が非常に冷たいというところに高気圧の分布ができている。で、その温度コントラストのあるところに、バイオ前線帯が、まあ、10年間の気候平均場ですけども、大体あの辺にバイオ前線帯の温度傾向に強い部分というのが停滞するというのが気候平均です。大体見えています。で、これが6月、7月になるとだんだんこう黄海が浅いのでだんだん温まっていくわけですけども、それによってバイオ前線が北上していくということが対応してくるわけです。で、これは、まあ、気候平均としてこれぐらいのことは見える。で、これはおそらく SST でも見えます。で、ちょっとですね、SST だけだと表面だけで相互作用というにはちょっと苦しいので、もうちょっと見てみたいと思います。で、これは先ほど黄海の部分南北の断面をとってですね、横軸は、2009年の5月から7月の終わりまでの時間です。で、縦軸がですね南部ですね。で、赤い破線が書いてるのが海温50メートルぐらいの今後層での平均した水温がどれぐらいだんだん温まっていくかというのを示しています。季節的にだんだん温まっていきます。暖かい北上していきますね。で、カラーで書いてるのがですね、高気圧の偏差です。つまり黄海高気圧が出現したりしなかったりするわけなんですけども、それがこの2ヶ月ぐらいで4、5回出てくるわけですが、まあ、これが4、5回出てきて数日以上停滞するんですけども、そういうイベントがだんだん5月の場合はですね、南側で起こるんですけども、だんだん6月になってこう海水温の高温層がだんだん温まっていくと、北の方でしか黄海高気圧が出なくなるというような時系列としてですね、海洋と大気の両方を比べながら見るということができるようになります。で、実際にですね、延直断面で こういった場所の大気と海洋の混合層どれぐらいの変動をするか、5月、6月、7月でどれぐらい違うかということをちょっと見ています。で、海洋は JCOP2 から100メートルぐらいの場所を示しています。で、左側が南で、北が右側にあります。で、5月はですね、黄海、黒潮までは暖かいんですけども、黄海のところは完全に非常に冷たくてですね、もう十数度ぐらいしかない水温になるんです。もうこう、で、これはもう冬の海のまんまの状態が5月なんですけども、そうするとですね、その黄海の浅い海の部分だけ大気も上空が完全に冷やされている、まあ、1キロぐらいの暑さですけども、そういう状態が5月。そうするとそこが寒冷高気圧になって、バイオ前線から黒潮のあたりにほぼ一致して停滞します。で、これが6月になると黄海というのは浅いので、太陽光度が上がっていくと割と素直に南側から温まっていく。で、それが6月、少し南側が温まると、それに応じて大気も南側は少し温まる。だから大気の温度経度の場所、つまりバイオ前線の場所っていうのが素直に北側に移っていく。で、7月梅雨明けですね、寒冷高気圧がもう抑えるものがなくなるというのが、すなわちそのバイオ前線が消滅する、あるいは北上して北の方に行ってしまうということを説明できるんじゃないかというのが、この2つの客観解析から見えそうだなということを示したいと思っています。で、まあ、簡単に書くと、要するにこういうことですね。5月、6月、7月に黄海がだんだん南側から温まっていきますね。今後が浅いので、海が浅いので素直に温まっていきますね。そうすると前線も素直に北に上がっていきますねということを、まあ、仮説として思っているわけですが、そういうことを示していきたいと思っています。で、これぐらいの仮説をですね、つまり一言で言えば、東シナ海上でのバイオ前線の季節進行というのが黄海の温まり方次第で決まるんじゃないかというようなことをですね、示せるような可能性のあるデータセット、それが JCOP2、JCDAS という組み合わせなんじゃないかということが言いたいことです。以上です。何かご質問、ご意見がありましたら、お願いします。今、南側の論争というか、海の上の話だけだったんですけど、黄海高気圧を見ると、やっぱり北側が閉じる工程として、そうですね。だから、黄海が海であるということが、やっぱりその陸地との温度差を少しこう、ラグを作るというのが大事かなと思っていて、もちろん陸側との南北、両側を見ると、もうちょっと面白いんですけど。確かにそうですね。
るし、東西もありますね。東側が中国の大陸なので、まあ、北側も中国の大陸なんですけども、そのコントラストっていうのも黄海の高気圧が固定され、まあ、閉じるということを作る、まあ、大きな特徴なんですけども、まあ、その辺どういうふうにこう検出する工夫をすればいいかっていうところをもうちょっと今後考えていきたいなと思ってます。ありがとうございます。他にあれば。さっき見せてもらった7月の、はい、海の方なんですけど、はい、北の方意外と冷たいなと思ったんですけど、はい、これは、7月ですね、はい、北の方意外と冷たいですけど、はい、これでも海面では温まってるんですか？表層も本当に、50メートルくらいまでの、水温が割と素直に反応するように見えていますが、本当にっていうところをどう検証するかが、まあ、一番難しいところ で実際にそういうことを、まあ、客観解析とはいえそういった検証は当然必要で、まあ、そういったことを実はやりたくて、まあ、観測プロジェクトを実際にやってエクスピッドを投下しにということを東シナ海で今毎年2011年からやっていこうということでやっています。で、まあ、ご質問に対してはそういった検証をこれからしなければいけないいう答えなんですが、これを今1時間間隔20キロ間隔ぐらいで非常に高解像度の観測データを東シナ海で取ろうとしています。で、これJ-COP2 の非常にもう一つだけ言いたいのはですね、こういったデータを取るとそれを動画に使ってくれる、でもう一回再解析してもらえるというチャンネルがある。まあ、今実際やっていただいているんですけども、まあ、そういったことで、ね、使えば使うほど使っているデータの精度が良くなるという、まあ、データそのもののポジティブフィードバックの機構を備えているということが非常に僕にとっては最大の魅力であるということを強調したいと思います。他にございますか？対応にという方向ですね。実はその収支っていうのは非常に重要で、もちろんそれもやらなくてはいけないんですけども、それは同じプロジェクトで万田さんという長崎大学の海洋の方の方がやってらっしゃいまして、で今回での5月6月という季節を固定した時の収支で見ると、やはり海洋からという方向が多いという結果が得られています。でこれはやっぱり季節によるんですけども、5月と6月という梅雨の時期という季節に関しては海から出るという方向が多いという結果が出ている。ありがとうございます。他にございますか？その今回は温まり次第という話ですけど、はい、それは冷たいことの方がより重要なのか、なんか温かいものが攻め上がってくることの方が重要なのか。見やすいのは、例えば年ごとに冬が非常に寒かった年に、まあ、その時の高海高気圧が出やすい、残りやすいというのは非常に見やすいです。ですが、梅雨前線がこう長く停滞して雲がこう広がると、まあ、日射量が下がってしまうので、それによって頭ににくくなってしまうというような効果も僕はあると思っていて、まあ、そういった要素をどうやって今後検証していくかな、まあ、示していくかな、まあ、その組み合わせだと思うんですけども、そういった細かい要素をここの大筋の仮説の中にどうやって組み込んでいくかっていうところが多分今後の課題です。ありがとうございます。まあ、30ではこの辺にしておきたいと思います。ありがとうございました。海洋研究
記憶だったところもあるんですけど、今日はあの多分あのあまり海洋観測の話が